コブラナッツは、オータープロダクションに所属していたお笑いコンビ。ヤングミセス、チューバッカーのそれぞれのコンビで活動していた、関谷智美と、ホリプロのお笑いジェンヌのコンビ、愛で活動していた、渡辺夏美が、それぞれのコンビが解散した後、2007年7月に、結成。2011年4月3日には、初の単独トークライブ、赤字覚悟。思い切りました。を行った。 2011年8月に一度解散し、その後は、渡辺は、また、ナッツ、関谷は、本名で、それぞれピン芸人として活動していたが、1年後の2012年8月に、同じく、コブラナッツとして再結成することをブログで発表した。2015年5月6日、ライブ、ババア流星群の出演をもって、コブラナッツ解散。ナッツは引退し、 関谷はしばらくピンで活動しながら相方を探していたが、2015年9月に元朝倉小松崎、元ハッピーパンプキンの小松崎和也とコンビ、花いちごを結成。同時に、関谷の個人名も、関谷アルミに改名、引き続き大田プロダクションに所属して活動。なお、花いちごの名付け親は、同じ大田プロに所属する芸人の、星野由紀。 ただ、ネット検索が困難だった事情から、2016年11月22日の関谷の誕生日に合わせて、コンビ名は、カタカナ書きの花一語に変更、関谷の芸名も、本名の関谷ともみに戻したことを発表した。最初の挨拶の後で、両手を前に突き出して、シャーシャーシャー。というセリフを発するのが定番となっている。また、かつては、 ブリッジのような形で、わっしょい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 、というセリフを入れることがあった。渡辺のスリッパを持って、ジタバタするような突っ込みの仕方もあった。2013年からは、ボディコンの衣装で、セクシーな肉食系女子に扮し、肉食系女子にありがちなネタのショートコントを演じることも多くなっていた。これ以降、花いちごのメンバーとなってからの関谷の出演については、 花市ご出演の節を参照。ハットより、関谷ともみのキラキラブログ2012年8月21日講師により、延長入ります。コブラナッツコブラ、関谷のブログ、クールダウンなんて許さない。2015年9月28日閲覧。応援ありがとうございました。コブラナッツコブラ、関谷のブログ、クールダウンなんて許さない。 2015年9月28日へ閲覧。ご報告。関屋ブログ、学生時代帰宅部だったけど、芸人女子野球チーム始めました。2015年9月28日へ閲覧。関屋ツイッター2016年11月21日、AAB 公式プロフィールより、スケート大好き芸人コブラナッツ、関屋のブログでの自己紹介文より、スケート大好き芸人コブラナッツ、 関谷のブログでの冒頭の紹介文より、関谷ツイッターでの自己紹介より、ヤクルトを延期。スケート大好き芸人コブラナッツ、関谷のブログ、2013年11月30日閲覧。ライブ予定ヤクルトファン感謝デー。スケート大好き芸人コブラナッツ、関谷のブログ、2013年11月30日閲覧。など。 関谷アルミツイッターハット、母校。白畑一方オフィシャルブログ。2016年11月1日閲覧。関谷ツイッター2015年1月30日ブログ、学生時代帰宅部だったけど、芸人女子野球チーム始めました。での自己紹介より、女子野球をやってみたい。ブログ、学生時代帰宅部だったけど、芸人女子野球チーム始めました。 2015年6月23日閲覧。なお、このチームの参加メンバーは、ロリータ族。橋爪陽子、好み、みなっち、大家、幸、梨、ガし、が、ひー、つね正気流、あべ美奈、丸るゆか、フライドポテト人間。いざ練習初日。ブログ、学生時代帰宅部だったけど、芸人女子野球チーム始めました。2015年6月23日閲覧。 おひそぶりです。関谷です。コブラナッツ、関谷のブログ。2014年9月22日閲覧。告知多様ブリッジ。岡本マリオフィシャルブログ。2014年9月22日閲覧。2011年7月3日。放送、スパニチ。t v b でたくら。2014年9月22日閲覧。2014年6月9日。 オータプロがつわらいライブ報告。オータプロダクションオフィシャルウェブサイト。2014年9月22日閲覧。ありがとうございます。